ホムス並びにノポンの指導者の皆さん、こたびの招請に応じていただき感謝いたします。私がカリアン・エンシェント、ハイエンター族の摂政です。挨拶も能書きもいらん。今まで安全な場所で高みの見物を決め込んできたハイエンターが、いきなりわしらを呼びつけるとはどういう了見だ。お送りした書状にも書いた通り、巨神会連合軍を結成して鬼神会と対決しようというのが我々の意思です。はあ、たった一度膝元に攻め込まれたぐらいで慌てふためきおって。否定はできません。そのことがきっかけとなり体制が変わったことは事実ですから。大剣の渓谷での決戦時は我らの呼びかけを無視していたくせに何を今さら。お怒りはごもっとも。身勝手と取られても弁解はできません。ですが聞いていただきたいのです。何故我らがこのように態度を改めたのか。ふん、始めるがいい。最後まで聞いてやるか。約束はできんがな。我々ハイエンターはこれまで思い違いをしておりました。たとえ鬼神兵に攻め込まれたとて、斧が力のみでこれを打ち倒し、コートの平和を守っていけると。その傲慢を正してくれたのはある若者たちの一団でした。彼らはこのエルト海が鬼神兵の軍団に襲われた時、勇敢に戦ってくれました。そして驚くべきことに、彼らは異種族同士の寄り合いであったのです。ホムス、ノポン、ハイエンター、種族が異なっていても彼らは仲間同士として信頼し合っていました。私は巨神界に生きる民の一人として彼らのようになりたい、ならねばならないと強く思ったのです。はあ、そいつらの強さはモナドあったればこそだ。ふにゃふにゃした精神論だけで勝ち抜いてきたわけじゃない。では我らと組むことはできませんか。いや、そうは言っとらん。精神論だけで勝ってきたわけではないだろうが、それなしでは負けていただろうな。いいだろう。奴らに免じてあんたを信じてみるとしよう。ノポンもやりますじゃもう。ホムホムも鳥の人も友達ですから、もう一緒に戦いますじゃもう。ディクソン殿、退出されるのですか。ああ、ちょっくらケツがむずがゆくなってきた。それが貴殿のご返答ですか。そう早まるなよ王子様。うちのコロニーの戦力はオダマのじいさんに預ける。好きに使ってやってくれ。俺は行かなきゃなんねえところがあるんでね。では貴殿はいずこへ。正面から攻め込むだけが戦じゃないってことだよ。あんたもそうだが、シルクの小僧もそろそろそのあたりを覚えねえとな。では彼らの行方が。ああ、だから心当たりがあるって言ったろ。ディクソン殿。ああ、シルク殿に出会えたら。シルクに。ええ、伝えていただきたい言葉があるのです。息子を葬ってくれとはまた穏やかじゃないね。鬼神界にはほとんどマシーナは残っておらん。かつて巨神と鬼神が争った時代、巨神に滅ぼされてしもたのでな。巨神はわしらの存在が許せなかったようだ。メイナス様はわしらのためにその巨神と戦ってくださった。その結果、両親は互いに傷ついて眠りについた。メイナス様とは。鬼神界を作られたお方だ。鬼神そのものと言ってもいい。おっさん、まるで見てきたみたいに言うな。それって大昔の神話なんだろう。いや、若く見られるけど、わし結構老けてるんでな。
ちゃんと見たよ、この目で。うん、おいおい、巨神界に生きる者とはそもそも寿命が違うのだろう。我々ハイエンターもホムスの数倍は生きるからな。にしたってさ、長生きにも程があるぜ。なぜエギルを葬ってほしいなどと言うんですか。今の話の流れならむしろ巨神を葬ってくれとなってもおかしくないはずなのに。エギルは誰よりも優れていた。明晰でたくましく、弱い者へのいたわりの心もあった。だがそれゆえに巨神の行いが許せなかったんだな。あやつは巨神への復讐を誓った。マシーナが巨神にされたのと同じことを今度は俺たちにってわけか。エギルは何の罪もない巨神界に生きる者たちをも根絶やしにしようとしている。それは絶対に止めねばならん。あんたたちで止めようとは思わなかったのか。止めたさ。そして多くの者が殺された。あれにはもう何も見えておらん。メーナス様の教えさえも。エギルは今どこに。おそらくは鬼神界帝都。かつての栄光をたった一人で取り戻そうとしているのだろう。なんだか悲しい話だ。おい、何言ってるんだよ。そいつが俺たちに何をしたか忘れたのか。忘れてないよ、もちろん許せない。でもエギルの生き方は悲しいよ。ラインはそう思わないの。わかんねえよ、俺はただ腹が立つだけで。そんな奴の気持ちなんて。ライン、エギルの話は大体わかったが、なぜ俺たちに。一応断っておくが、このシュルクが使う剣モナドはあんたら鬼神界の兵器をぶった切る力を持っている。かつては巨神の剣だったとも言い伝えられている。あんたらにとっては忌むべき対象のはずだが。残殺か。ん？いや、こちらの話だ。まあエギルを葬るにはその力をも借りなければならぬと。それほどあやつの力は強大となっていると。そういうことだ。何はともあれ疲れも溜まっているだろう。返事は急がんでもいい。さっきのお嬢さんの治療が終わるまで里の中でゆっくりしていくとよい。これはよくここまで保ったものね。どういうこと？ひどい病気か何かなの？あなたはホムスの医療技術に詳しいよね。ならこう言えばわかるかしら。今の彼女は物理的にいくつかの器官を失った状態なの。おそらくついこの間まで鬼神兵に組み込まれていたんじゃなくて。ええ、確かに彼女は鬼神兵の中枢ユニットにされていた。だから血液が鬼神兵の機体というようになっていたの。そんな。免疫系の機能は鬼神兵の方で司る構造になっていたんだと思う。そのせいでこんなに弱っていたのね。治るんだよね。治してあげて。もちろん。こんなやり方マシーナの医師としても許せない。ここの技術ならすぐ動けるようにできるわ。でもそれは機械の体で生きていけるようにするということ。ホムスの生身の体に戻れるわけじゃない。構わない、私シワシデマトイになりたくない。機械の体でいい。シルクの横で戦えるようにしてください。フィオラ、任せなさい。そういうことなら私も力になれる。これから私は免疫系の循環システムを彼女に組み込みます。ただね、それには一つ問題があるの。問題って何ですか？システムを制御するのに使う
圧電素子が手元にないのよ。ベッドに寝ているだけならここの機器を使って補えるけれど、自由に動き回るにはどうしても圧電素子が必要になるの。鬼神兵にも同じものが使われているはずだから、鬼神兵のパーツさえ手に入ればいいんだけど。そんな。そうだわ、里の外、落ちた鬼神の小指の根元に砂浜があるの。あそこは上からの落下物が漂着する場所。もしかしたら鬼神兵の残骸の中に巣があるかもしれない。行ってみます。小指の根元の砂浜ですね。ええ、淡い赤色の光を放つ物質だから夜になればすぐわかるわ。取ってきました。圧電素子ってこれのことですか？ええ、間違いないわ。ご苦労様。リナーダさん、これでフィオルンは？もう大丈夫よ。ただ素子の組み替えと組み込みに少し時間がかかるの。後のことは私に任せて、今日はもう休みなさいな。でも。シュルク、そんな疲れ切った顔していたら彼女が目覚めた時に逆に心配かけちゃうでしょ。すみません。フィオルのことよろしくお願いします。あ、それと。はい。佐藤さんが明日もう一度あなたと話をしたいって言ってたわ。多分エギルのことだと思う。わかりました。エギルをこのままにはできない。それは僕らも同じです。一晩ゆっくりと考えてみます。そう、あまり背負い込みすぎないでね。私たちにだって肩代わりできることはあるはずだから。リナーダさん。俺はまだまだやれそうだな。ようこそ。あの、どうだ、よく眠れたか？はい、おかげさまで。それで、その息子さんの話なんですが。決めてくれたかの？はい、エギルを何とかしなくちゃならない。その思いは僕らも同じです。ですが今すぐには行動は起こせない。おお、それはなぜかな？僕らがここに来る前、巨神界で連合軍を編成するって話を聞きました。多分近いうちに鬼神界に対して攻勢をかけるはず。このままでは危険なんです。みんなが、エギルは僕らを抹殺する武器を作っていた。ムムカが使っていた武器か。緑の液体を射出する。巨神界の生き物を腐らせるとか言ってたわね。戻ってみんなに知らせなくちゃならないんです。取り返しのつかなくなる前に。そういうことなら俺が頼まれてやってもいいぜ。ディクソンさん、なぜここに？よくここが分かりましたね。何？要塞はここの真上だからな。あそこから落ちたのならきっとここに流れ着いていると踏んだのさ。案の定正解だったぜ。元気そうだな、ディクソン。ああ、あんたも相変わらずで安心したぜ。お前知り合いなのか？まあな。
わしらとは持ちつ持たれつの関係だよ。下界の動向を里にもたらしてくれる代わりに、こっちの技術や情報を提供するってわけだ。なぜ今まで黙っていた？鬼神界と戦っている俺たちにとって大事なことだろう。俺たちだって善人ばかりじゃねえ。鬼神界憎しの連中がここを見つけたらどうなる？ここのマシーナは無益な争いを避けるために世俗とのつながりを断った連中だ。彼らの平穏のためというわけか。人は見かけによらぬというが。なるほどな。さすがは皇太子殿下、はっきりと言うね。それであれこれ出所不明のものをコロニー9に持ち込んでいたのか。一体どこから集めてくるのかと思ってたぜ。シュルクの属していた防衛隊兵器開発局の助けになりゃいいと思ってな。まあこれで独占状態は崩れちまったか。で、その武器のことだが、そんなにやべえもんなのか？はい、原理はわからないけど、触れたものを崩壊させるんです。それも、僕たち巨神界の生物限定で。ふーん、そいつは面白そうだな。ディクソン！冗談だよ。ま、要するに触れなきゃいいんだろ。ならすぐにでも対抗策は練れるだろうぜ。任せろよ、ひとっ飛びで知らせてきてやな。お前たちはそのエギルとかいう野郎をぶっ飛ばしてこいや。うまくぶっ飛ばせれば連合軍も戦わずに済むかもしれんしな。はい、少し考えさせてください。まだ踏ん切りがつかねえか。ディクソンさん、ダンバンから聞いたぜ。お前の旅の目的、最初はフィオルンの敵討ちだったんだろ。はい。だがフィオルンは生きていた。そして取り戻した。めでたくこれで目的は果たしたってわけだろ。ディクソンさんは何のために戦ってるんです？俺か？俺はただ気に入らないだけよ、エギルってやつがな。ホムスを滅ぼそうとするからですか？まあそれもある。だがな、巨神への恨みを、言ってみりゃ巨神の下っ端である俺たちで晴らそうって根性が気に入らねえ。一つ教えておいてやろう。巨神界の連合軍、ありゃ意外と早くまとまりそうだぞ。本当ですか？ああ、ハイエンターの王子様が頑張ってるからな。やっぱり鬼神界へ攻め込むんですか？もちろんだ。だが王子様にはもう一つ目論みがあるみたいだぜ。お前に伝言を預かってる。連合軍が鬼神界に攻め込むとき、参戦する必要はなし。むしろ敵軍の混乱に乗じて本懐を遂げられたし。だとよ。カリアン殿下が。綺麗な顔の割に肝は座ってるな、ありゃ。正直その言葉を聞いた時は驚いた。ええ、殿下はそういう人なんだと思います。でどうすると聞いたわけだ。鬼神界帝都へ行きます。エギルを倒すか？わかりません。今まで鬼神兵がしてきたことは許せないけど、でもミゴールさんの話を聞いてたら、倒す以外の道もあるような気がしてきたんです。甘いな。やっぱりそう思います？ああ、相手は鬼神界名士を標榜するような野郎だ。聞いたぜ、お前のモナド、
奴の前で力がそがれたって言うじゃねえか。そんなんで向かっていっても勝ち目が薄いってのに、その上迷いがあったら死ぬぞ。シルクは死なせない、私たちが。フィオルン、いいのかい、歩き回って。うん、リナーダさんの治療技術は確かなものよ。機械だけでなく私たちの体のことも熟知しているなんて驚きだわ。治療に必要なもの取りに行ってくれてたんでしょ。ごめんね、いろいろと心配かけちゃって。でももう大丈夫、これからは私がシルクを守ってあげる。迷ったとしても、それで苦しんだとしても、それがシルクなんです。勝ち目が薄いからってシルクがシルクでなくなっちゃうくらいなら。それにシルクがこういうやつだからほっとけないってやつが集まるのさ。それもまた一つの強さの形だ。そうは思わんか。まあお前らがこれまでやってきたことを考えれば否定はできんな。ディクソンさん、僕たちは鬼神会帝都へ向かいます。だから連合軍の方は。ああ任せておけ。俺はこれでも自分の故郷は大事に思ってる。鬼神兵にこれ以上好きにはさせんよ。行くのか。はい、いろいろお世話になりました。もし鬼神会帝都でバネアというものに会ったら、わしの名前を出すといい。力を貸してくれるかもしれんぞ。バネア。その人もマシーナなんですか。わしの娘だよ。エギルの近くにいるはずだ。待てよ。ってことはつまりエギルの妹。そうなるわな。なのに僕たちに力を。あの子はむしろエギルに非道なことをさせたくない、止めたいと思っておる。きっとあんたたちの力になれるはずだ。そんな人が。わかりました、なんとか会ってみたいと思います。いやいや、頼んだよ。フィオルン、忘れるんじゃないよ。あなたの体には応急処置を施しただけ。十分に戦えるようになったと思うけど、無理をしすぎないこと。調子が悪くなったら私のところへ来なさい。はい、ありがとうございます。それまでにあなたの元の体を取り戻す方法を考えてみる。そんなことが。原理的には遺伝情報から欠損した部位を再生すれば。いえ、希望を持たせるのは酷ね。正直まだ希望はほとんどない。だけどわずかな可能性でもそれを追求してみようと思う。はい、お願いします。フィオルン。そんな顔しないで。さあ行こう。大したもんだぜ。そのモナドでどこまでやれるのか期待してるぜ、シルク。なぜあのフェイスは私に逆らったのか。そしてあの光。いや、まさかそんなはずはない。やはり生身の時の記憶の残滓が暴走の原因か。黒のフェイスもそれゆえ能力に限界があった。行動の阻害となる残滓は全て取り除かねばならぬか。必要なのは闘争本能のみ。このホムスの女、
確かシュルクとかいうモナドの少年と一緒にいた。それにしても強いな、この者の記憶の光は。フェイスナンバー20814をここに。この男か、あの少年。シュルクは生きているならば、この男の手で葬るも一興。楽にしてやろう。なまじ記憶などというものがあるから苦しむのだ。シュルク、これを。これは？鬼神界へと通じる道は、落ちた鬼神の人差し指の付け根から鬼神の足元へと伸びているの。その道を隔てている扉を開ける認証キー。里で暮らす私たちには不要のものだけど、あなた方にとっては必要でしょ。ありがとう、リナーダさん。道中気をつけてね、シュルク。フィオルン。はい。リナーダさん、お世話になりました。巨神界と鬼神界か。こんな風に全体を見るの初めてだね。ここからでは見えぬが、あの上では未だ同胞たちが戦っているのだろうな。あんな巨大な者同士の戦いが本当にあっただなんて、当時のマシーナたちはどんな気持ちだったんだろう。恐怖かな。そうだね。恐怖は人から理性を奪う。残酷な行為も裏を返せば恐怖から身を守るためだったというのはよくある話だ。恐怖が次の恐怖を生んでいく。嫌だな、そんな連鎖。ああ、どこかで断ち切るべきだろう。今エギルを支配しているのはその恐怖なんだろうか。ああ、これが鬼神の内部。鬼神というだけあって全てが機械でできているのか。これを登っていくのは骨が折れそうだぜ。この上にエギルが。
うひぃ、たっけ。結構上まで登ってきたみたいだけど、今どの辺だ。そうね、ちょうどモモのあたりかしら。モモって言うと、なんだよ、まだ半分も登ってないのかよ。ぼやかない。見て、あのあたりで野営できそうだよ。今夜はあそこで休んでいこうか。お前、本当に大丈夫なのか？実はちょっと、まだ慣れてないのかな、この体。あ、でもシュルクには内緒ね。ごめんね、お兄ちゃん。気にするな。俺がモナドで体を壊した時、いつもお前が看病してくれたじゃないか。そんなこともあったね。もうずっと昔のことみたい。ありがとう。念入りに整備してんだな。最近ちょっと照準がブレるのよね。ミゴールさんのところでパーツを分けてもらったから、新しいライフルを作ることもできるよ。うん、でももう少しこれを使ってみたいの。シュルク、分かってないな。愛着のある道具ってそう簡単に捨てられるもんじゃないだろ。そっか、そうだね。粗末にしたら、オダマのじいさんにぶっ飛ばされそうだしな。ずいぶん熱心ね、ガド。当たり前だ。俺たち防衛隊員の武器や心構えには、コロニーみんなの命がかかっているんだからな。鬼神兵、いつ襲ってくるかわからないんだもんね。ああ、もう誰も死なせない。犠牲者が30人だぞ。鬼神兵があんな大軍で来るなんて誰にも分からなかったのよ。ガドがいなかったらもっと犠牲が出てたわ。別に犠牲を減らせればいいってわけじゃない。30人も損耗していながら砦を落とされたのが不甲斐ないんだ。これでは奴らの死に意味がない。勝っていれば意味があったというの？そうだ。少なくとも無駄死にではなかった。俺たちが滅ぶか、鬼神兵が滅ぶか、二つに一つだった。俺たちは最後の一人になっても生き抜いてやる。ねえ、ライン。ん？あんたは鬼神兵に勝ちたい？もちろん。何を今さら。どんな犠牲を払っても、自分が犠牲になってでも。自分を犠牲に？バカらしい。死んだら何にもなんないよ。
俺は鬼神兵をぶっ倒して絶対生き残る。もちろんシュークやフィオルン、カルナだって犠牲になんかしない。みんなで勝って生き延びるさ。ラインは単純でいいね。なんだよそれ。魅力的だってこと。はあ？そろそろ出発しよう。あまりのんびりもできんしな。ライン、疲れは取れた？おう、もうバッチリ。この先は再び鬼神の内部へと入っていくことになりそうだ。気を引き締めていくぜ。はい。何でもない。気のせいだろう。大丈夫？かなり辛そうだぞ。少し休んでいった方が良いのではないか？ ありがとう。私なら大丈夫よ。いや、どこか安全な場所を見つけて一休みしよう。里から出てこっち登りっぱなしだったからな。リキも疲れたもん。お腹空空だもん。そうだな。早くここを抜け。伏せて！鬼神兵の攻撃か。だが、どこから？ビジョンか。助かったぜ、シュルク。いや…シュルク？よく避けたものだな。さすがはモナドの使い手。この声は…顔つきの鬼神兵か。人が乗ってる。どうするシュルク。戦う。でも殺さない。そう言うと思ったぜ。それがエギル様の望み。ガード！エギル様だって？まさかあなたもエギルに？どうしてガード、なんでそんなことを言うの？訳があるなら話して。この世界は歪んでいる。歪みの元を断ち、本来あるべき姿に昇華させるのが私の務め。いや、
世界の望み、今断ち切ろう、その歪みを。カート、やめて！